Hello everybody, Corona, what's up? No, can't do that. Konnichiwa, what's up? So for today's video, we have another request by one of my viewers, Fumikado, who wanted to see the Japanese duo Impulse, or in Japanese, Impulse, who are famous for their kanto or sketch comedy. So without further ado, let's take a look. Kimika. Kimika, ne, uchi de hatarakitai tte no. Hai.ぜひお願いします。ここで雇ってください。困るんだよね。簡単に入れると思ってもらっちゃさ。うちが小さな町工場だと思って舐めてるんじゃないのかね。いや、そんなことは。どうかな。最近じゃあうちが何の会社なのかも分からずに働きたいなんてやつまで来るぞ。僕はそんなことありません。じゃあ念のため聞いておこうか。うちは何の会社だ。はい、あのファミレスの伝票を刺すこういう筒を作ってる会社です。そう。これを作って。ああ、いやいや。確かに旗から見れば地味な仕事だ。でもね、これがなかったら困る人だって大勢いるんだ。だからうちの社員たちは皆誇りを持ってやっている。だから決して誰にでもできる仕事じゃない。もし君が今生半可な気持ちで入りたいと言ってるのであれば、今すぐに帰った方がいい。生半可だなんてそんな気持ちありません。まあいい、面接はするよ。ありがとうございます。履歴書は、これです。じゃあそこ座って。失礼します。ああ、二階堂君37歳結構いってるんだね。結構。ああ、大学はなかなかいいとこ出てるじゃない。まあ一応、はい。まあうちでは何の役にも立たんがね。で、大学を出た後は宇宙飛行士をやっていた。なるほど、宇宙飛行士。そういえば見たことある。数年前よくテレビに出ていたよね。最年少で宇宙に飛び立った二階堂さんって言って。多分、はい。おいおい、もったいない。何してんだ。なんでやめちゃったんだよ。はい、あのスペースシャトルから地球を眺めた時に、まあ、丸くて青くてそれを見ていたら、なんかちょっとこれ違うなと思って。違くない。全然違くないよ。それ見たいがために宇宙飛行士になるみたいなところあるだろう。何そのタイミングで違うなって思っちゃうの。もったいないよ。いいから今すぐそっちに戻れ二階堂君。いや、僕に戻る気がないんです。戻る気がなくたって戻るべきだ。いいか、こんなの誰にでもできる仕事だぞ。戻るんだ二階堂君。もうやりたくもない仕事をするのは嫌なんです。それに宇宙飛行士時代の経験なんてここではきっと役に立ちませんから。そうだな。そうだな。そうだぞ。It's like he's crazy. 工場内に重力は発生しているよ。はい。あんたがやってきたことなんて何の役にも立たん。はい。ひけらかすな。で、宇宙飛行士を辞めた後は外科医になったと。なるほど。外科医。すごいな君は。宇宙飛行士って外科医になったわけか。なぜ辞めてしまったんだよ。はい、あの冠動脈バイパス手術っていうのをやったんですけれども、あのそれが46時間かかった大手術だったんです。でそれが終わって、あの手術室を出たら親族の方が僕にこう寄ってきまして、で僕が成功ですって言ったら、もうみんな泣いてお礼言ってくれて、でその時に、あ、頑張ってよかったなって気持ちとともに、ちょっとなんかこれ違うな。違くない。断じて違くない。ど真ん中。それ医者のピークだよ。なんでそのために違うなって思っちゃうんだよ。もったいないよ。今すぐ戻れ。こんなところにいる場合じゃないぞ。いや、僕に戻る気がないんです。戻る気がなくたって戻るべきだ。いいかい、君のその腕を必要としている患者さんが大勢いるはずだ。それ言ったら、この伝票差しを必要としている店員さんだって大勢いるはずです。いないよ。こんなもんなくなったって誰も来ないじゃないんだよ。ちっちゃいバインダーがね、それでいいんだからさ。早く戻るんだ二階堂君。とにかくもうやりたくもない仕事をするのは嫌なんです。それに外科医時代の経験なんてここではきっと役に立ちませんから。そうだな。そうだぞ、はい、我々はこれをクランケと呼んでいるよ。そういった意味では我々全員がドクターだよ。はい。町工場舐めるんじゃないぞ。すいません。で、外科医を辞めた後はアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーに所属した。グリーンベレーだと。何なんだ。 And why in America? もっとなぜやめてしまったんだ。答えてみろ。はい、あのやっぱりいい。どうせ違くないから。今すぐ戻れ。特殊部隊に戻るんだよ。僕に戻る気がないんです。戻る気がなくなって戻るべきだ。君はこんなところに行っちゃいけない人間なんだ。もっと大空に羽ばたくべき人材なんだよ。僕にとってはここが大空なんだ。違うよ。みんなこうやってさ、これを重ねてスパンズルズルってこんな遊んでるよ。とにかく君は不採用だ。お願いします。ここで雇ってください。嫌だよ。嫌だ。君みたいな人間に入られてみろ。今こうしてタメ口使ってんのも嫌だよ。サイン欲しいと思ってるよ。
そんな人間に入られたらさ、みんな仕事にならなくなってしまう。緊張してビキビキしちゃって。工場長お願いします、ここに雇ってください。やだ、工場長お願いします、不採用、不採用。工場長、不採用、不採用、不採用。工場長お願いします、帰れ、不採用。工場長、工場長お願いします、ここに働かせてください。ちょっと何やってる、ちょっとやめてください、ちょっとやめてください、お願いします。うわ、なんかわかんないけどこの姿見られたら殺されそうな気がする。お願いします、お願いします、お願いします。 Just give him the job already。 君を採用しよう、本当ですか。ああ、ただしもう私が辞める。工場長。Oh, that was good. So good. My eyes hurt. All right, so truth be told, I haven't watched a lot of Impulse's stuff, but yeah, they're pretty good. I like it. I'm a huge fan of Japanese sketch comedy, as you know by my channel already, and I'm surprised that I never watched Impulse before because that was pretty good. So really simple, funny, and just super funny sketch comedy by Impulse.So it's kind of playing on that idea of I'm up here, but I want to be down on the low like everyone else. Sometimes we see on TV or like variety shows or movies, people have such a big job that they want to like go down low. Or even Michael Jackson too, at the peak of his career, he was paying people so that he could secretly go shopping in a private shopping mall just to be normal.So I hope you all enjoyed like I did, and if anyone else has any recommendations or please JJ watch this, please recommend something down below, make a request, I will answer. But I also have a lot of fun videos I want to take for all of you and introduce a lot of Japanese culture to all of you as well. And for all of you Japanese watching as well, I have some stuff maybe you don't even know. So stay tuned and I hope you enjoy. So now I don't know about you guys, but I need to watch more Impulse.So see you guys next time. ほなまたな。 Okay everybody, thank you for watching. Hope you enjoyed that video requested by Fumikado. And if you have any more requests, leave them down below. Hit that like button, subscribe, and please give me lots of comments because I love talking to you all about comedy and Japanese culture. See you next time everybody. Bye bye.